れいわ新選組山本太郎が大出現先日れいわ新選組の山本太郎さんが COVID-19 に関連しこのような挑発的な暴言を吐いてしまいましたこのれいわ新選組代表も支持者の方も医療関連のデマを流し続け国民を混乱させているデマ政党でございますが北朝鮮やテロ集団である 中核化とのつながりりも指摘されておりますこのクルーズ船のダイヤモンド・プリンセス号においては、日本政府が検疫を開始した後、COVID-19 の感染拡大が明らかに抑えられているという事実がございますので、令和新選組には、山本太郎さんには、この COVID-19 について、 事実に基づいた主張を行っていただき、これ以上デマを垂れ流さないようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。